ゲストは天城実さんです。よろしくお願いします。今日も教えていただきたいなと思うんですが、なんかちょっと2つぐらい、はい、そしたら北島三郎さんと、はいはい、五木ひろしさん、うんうん、北島三郎さんはね、はい、この業界の中で一番大きな口を開けて歌う方なんです。そしたら綺麗な声になるんです。口を細めるんじゃなくて大きな口を上げるとね、はい、はるばる北で箱立て開ければいいんです、はい、なるほど、はいはい、口を大きく開ければ似てます、あの声になるんですよ。はあ、はい、と逆に五木ひろしさん、五木ひろしさん、はい、今度は目を細めればいいんです。ほう、目を細めれば目の細さで、はい、この可愛らしい声が出てくる、美しい声が出てくる、目を細めてね、大きな目出たら、はい、あ、大きな口開けます、はいはいはい、目を細め、横浜だそがれ、こうやってやります。皆さんいかがでしょうか。ねえ、はい、でも自分の声忘れちゃった。ゲストは福本幸子さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、まあ、今回も素敵なお帽子ですね。そうですか、はい、いよいよ風と共に去るのに近づいてきまして、はい、はいね、はい、これはまたご自分で、もう雨が続きましたもんでね、はい、ちょうど良かったです。制作に入りました。あ、これどれぐらいかかるんですか。やっぱり1週間から、まあ材料集めたらもっとしますけど、うん、まあそれぐらい詰めればね、なんか羨ましいぐらいですね。いやいやいや、ね、さあそんな福本さんですが、いよいよ京都夢人よがダムに入りました。そうなんです、ね、もう今年一番嬉しいことでした、ね、はい、ありがとうございます。それでこの激辛の新聞にもこんなに大きく載っちゃいました。びっくりしました、ね、私も初めて見まして、うん、ね、はい、これでどんどんまた皆さんに覚えていただいて、そうですね、ね、うん、今度はカラオケで歌っていただきたいですね、はい、ねえ、はい、感謝しております。ありがとうございました。
緒にゲーム、一緒にご飯、一緒に天然温泉、また来ようなうん。天然温泉悠々かいか。家は構造材の強度が一番重要です。いい材料を十分に使ってしっかりと施工しなければダメなんです。私が責任を持って地震に強い頑丈な家をお作りします。これから歌っていただく歌が愛未来ということで、はい、この歌はお母様が作詞家でいらっしゃって、はい、お母様がお作りになった歌なんですね、はいはい、そうです。それではお母様のためにもしっかり歌っていただきましょうか。はい、はい、愛未来。悲しくなるほどあなたは泣かせてくれた。いくつ壊れて傷つきながら抱かれたあの夜が忘れられず、信じた愛はきっと終わりはないと、もう歩き出してるあなたの胸。過去は忘れ、私のそばにいてほしい。季節巡り来てもそのまま大事な人になるから。小枝さんは出身が下呂ということで、下呂といえば白鷺で有名ですよね、はい、それで今回歌う歌を選ばれたのが白鷺の人。枕の下にカジカが泣いて、明日は他人の下呂の宿、朝に怯えて燃え尽きた。遅いうなじのほつれげ悲しい、ああ白鷺の白鷺の人。はい、最後に歌っていただく方、安井由紀子さんです。こんにちは。こんにちは。由紀子さんはこの月刊の番組が大好きで、はい、ね、よく遊びに来ていただけますけども、はい、そのたんびにスタッフの方から歌ってよ、はい、歌ってよとしつこく言われるのよね、はい、断りきれなくて今日も歌っていただきます。俺と会わなきゃ苦労もしない、海を渡った最果ての町、北の雪子はひながなで幸と友人に縁がない、泣いた角巻き捨てた東京、
ある函館夜に泣く。世の中には惚れた晴れたの歌はたくさんありますが、この歌は私の悲しい人生の歌でございます。苦労した方ならこの歌の良さが分かってくださると思います。どうぞよろしくお願いいたします。田舎育ちの持ち家のせがれ男いびしく一人立つ職人肩には親譲り細い体に命がけ今日は東明日は西我が世の春はまた火をまともに受けて歌もとろろこの人生仕事が気楽頼もしさ So you're waiting. Oh, 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 oh,激辛スターチャンネル岐阜市柳瀬三越ビルの中にありますカラオケ喫茶ダーリンからお送りいたしました。ありがとうございました。上手な方が多いですね今は。本当ですね、はい、本当に歌のお上手な方が大変おられますので、プロうかうかしてらんないですね、はい、ということですね、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。それでは今週はこの辺でさよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。いくつになってもふるさとはいくつになってもだ。今ならたとえ少しで